兵庫県香美町では今年も絶えることなく昔ながらの手法を守って伝統の目地味噌作りが始まっています。香美町霞区の目地地区では収穫を終えた冬の閑散期にそれぞれの農家で味噌作りが行われてきました。およそ40年前に地元の主婦たちが結成した組合によって目地味噌として商品化されると1998年には兵庫ブランド商品の認定を受けるなど地域の特産品として評判となります。昔ながらの製法を守り添加物を一切使用せず田島さんのコウノトリ大豆とコウノトリ育む米を1年3ヶ月熟成させて完成する目地味噌は昔懐かしいお袋の味として人気です。今年も例年通りおよそ22トンの生産を予定しているそうで完成した目地味噌は隣接する JA の直売所や田島地域の土産物店で販売しているほか電話での注文も受け付けています。